東京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左のグリフィン、対するカープの先発は右の森下、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。左のグリフィン、マウンドに上がりました。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは菊池。さあ6球目、投げました、打ちました、いい当たり、レフトへのフライになった、ヒットになります。レフトからセカンドへ、菊池ツーベース、ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。バッターは2番野間、ジャイアンツいきなりピンチを迎えています。第1球、投げました、初球を打ちました、門脇ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、門脇掴んだ、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、空振り三振、グリフィン三安がうなります。さあリプレイです。グリフィンノーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。ジャイアンツまずはゼロに抑えました。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは西川。第1球、初球打って出た、一塁送球アウト、西川いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第7球を投げた、変化球、空振り三振、バッターは7番韮澤。第4球を投げた、打った、取って、これで3アウト、チェンジ。グリフィン三者凡退、無得点に抑えています。2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で岡田。第1球投げた、ボール、まずは低め。第2球投げた、直球ストライク、インハイへ。第3球を投げました、外角高めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、アウトコース低め、ボール。さあ5球目、打ったいい当たりだ、センター交代、掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは相澤。第7球を投げました、打ちました、1、2塁間の打球、セカンドから一塁送球、グリフィン取ってアウト、バッターはピッチャー森下。背番号18、投球はこれから3球目、打ちました、坂本ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って菊池。投げました、打ちました、フラフラっと上がった、岡本落下点に入った、取りました、これで3アウト。グリフィン3人でピシャリと抑えています。3回の表が終わって0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは野間、最初のバッターボックスは内野、高めボール球打った、抜けた、バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、野間ツーベースヒット、ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあピンチで迎えるバッターは秋山、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、取りました、中継、ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはマクブ、打った、センター前進、掴みました、中継、
三塁ランナーホームイン。この試合初の得点が入りました。1対0。バッターは5番西川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、打った、セカンド左への打球、吉川取った、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって1対0。グリフィンとうとう打たれてしまいました。ジャイアンツ追う展開で迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で岡田、第1打席はセンターフライに倒れています。さあ次の投球、投げた、打った、レフト前に出る、ヒット。岡田ナイスバッティングです。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。バッターは8番門脇。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。低め、直球は外れてボール。第2球、投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球をランナースタート、打ちました。左中間へのフライですが西川余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。4回の裏が終わりまして1対0です。5回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは、で打ちました、引っ掛けた、内野ゴロ、門脇ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番韮澤。第1打席はショートフライに倒れて、低めの球、見逃し三振。投げた、おっとこれ当たった、デッドボール。バッターはピッチャー森下。第1球、投げた、初球を打った、ピッチャー返し。吉川そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー相澤残塁に終わりました。5回の表が終わって1対0で、ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは菊池。第4球を投げました、打った、強い当たり、ピッチャー返し、抜けた。菊池いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。バッターは2番野間。これが3度目のバッターボックス。第1球、菊池走った、これはストライク、ボールに盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。初球ストライクからカットボールはボール。第3球を投げました、空振り、追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第2球投げました、打ちました、これはサード真正面、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第3球を投げました、見逃し三振。グリフィンノーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。6回の表が終わって1対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは西川。今日はショートゴロとセカンドゴロ。投げました、打ちました、レフトの左にボールが上がっている、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番デビッドソン。今日は三振とサードゴロ、高めボール球打った、破った。デビッドソンナイスバッティングです。さあリプレイです。左対左の勝負になります。今日はショートフライと三振、高めボール球打った、セカンドライナー真正面、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。ランナースタート、打ちました、吉川掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーデビッドソン残塁に終わりました。7回の表が終わって1対0です。ジャイアンツ追う展開で迎える7回です。バッター岡田、投げた、低め外れてボール。投球これから2球目、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、
これはヒットになります。岡田二塁を狙う。岡田ツーベースヒットを放ちました。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは代打ブリンソン。ジャイアンツ一打同点の場面を迎えています。第1球投げた打った。第2球投げた空振り。第3球を投げたボール。第4球を投げました打ちました。第5球投げましたボール。次は6球目投げました打った。二塁ランナー三塁へ向かう。三塁タッチセーフ。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。リプレイをご覧ください。グリフィン降板。左の大江今日2番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第6球を投げました打ちました取りました。これでワンアウトランナーはありません。打順はトップに帰って菊池今日はここまで3打数2安打。第1球投げました。初球から打ってったフラフラっと上がったショート落下点掴みました。これで2アウトランナーありません。ピンチヒッターは坂倉。第3球を投げた内角ボール球打った右中間へ持っていきましたが掴んでこれで3アウトになります。大江この回ピシャッと3人で抑えています。8回の表が終わって2対1です。ジャイアンツリードで迎える8回です。ここまで2安打岡田投げたスライダーボール。投球これから2球目。2球目ストライク。第3球を投げた低めスプリット外れてボール。投球これから4球目危ない球。第5球投げた打ったこれは強烈さらに伸びてライトを見送ったホームラン。ソロホームラン。ジャイアンツファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていったストレートを狙い打ち。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。大江降板。そしてマウンド上はクローザー大勢。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。1球目ストライクから第2球打ちました。センター方向に持っていきましたが取りました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは4番マクブルーム。投げた打った右中間へのフライ掴みました。さあいよいよあと1人。左バッターボックスは西川。ジャイアンツここは何としても抑えたい場面。第5球投げました打ったピッチャー返しあっと取れない。西川いいバッティングを見せました。右バッターボックスは6番デビッドソン。今日はここまで低め空振り三振。ジャイアンツ2点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。